今期からファーム公式戦に参入しているクフーハヤテベンチャーズ静岡は2日、元ロッテの谷川唯人捕手が同日付で退団したと発表した。理由については、球団調査により度重なる無免許運転の事実が発覚したためと発表。本件については地元警察当局へ報告を完了しておりますと対応を説明した。球団によると、谷川捕手はこれまでに運転免許証を取得したことがないものの、たびたび車を運転している姿を球団関係者が目撃していたことから本人に話を聞いたところ、無免許運転の事実を認めたということ。谷川何やってんの。谷川、お前は前川かよ。何回もやってたんか。誰の車運転してたんや。馬抜かれやし、育成で金もなかったし、所有するのきついやろ。免許持ってないんか。免停中とか。谷川は素行不良で切られた感じかな。これはてっきり手術が原因かと思ってたけど、案外ロッテクビになったのもかもね。オメガ、無免許でどうやって運転できるんや。教習所行かなくてもプロ野球選手のフィジカルあれば運転なんてサクサクなんかな。免許提示をたびたび求められるような乗り方だったんだろう。その過程で免停食らったけど、そのまま乗り続けたあたりか、1年目にヘルニア手術で棒に振ったから温情4年目ありそうだったが、そういうことだったのね。やっぱり免停の時点でも球団に報告もして教習所に行ったりしてればというか、普通そうするんだけど、無免許やってしまって捕まってなおさら報告できなくて隠してたのだろうね。でもそれでまた何回も乗っちゃうのはやばい。 W 事故起こして発覚というわけではなさそうなのが不幸中の幸いだな。なるほどな。谷川切られた理由はこういうところもあったのかもな。谷川ってそんなやつだったのか。可愛い笑顔とバク肩に騙されてたぜ。早手関係者は気も冷やしただろうな。下手したらチームが潰れかねん。車買うときに免許持ってるか見せてみろ、保険入ってるか見せてみろってディーラーから言われたから、谷川は友人から引き受けたとか、そういうルートなのかな。一方安田は入団3年目に免許取得していた思ったよりゆっくり取るんだな。高卒ドラフトなんて10月に進路決まる。というか安田レベルならどこかのチームに入るの決まってるんだから、暇な高校生のうちに取っちゃえばいいのに。安田 W 気さくでフレンドリーで謙虚な方でした。変わってないな W。 そのまま大きくなればいい。早手って田舎道なのかな。誰か釈迦してたのかもね。あまり長期間それこそ千葉や浦和でバレないのは考えられなくないか。大峰翔太、借金、恐喝ナバーロ、銃弾所持ジャクソン、大麻所持清田育宏、不倫、虚偽報告谷川唯人、無免許運転。銃弾はレベチ WWW。